その昔、魔界、人間界、無限界が争いを続けていた時、神が一人の巨人を三界に落とした。巨人はその巨大な力で三界を破壊し始めた。三界の王は戦いをやめ、協力し選んだ二人の勇者を巨人に向かわせた。勇者たちは見事巨人を倒し、三界の平和は守られた。その時、勇者が持っていた剣の一つがバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣。しかし、無限界が悪の支配者ログレスによって制圧されようとした時、レカンティの王女バリアは人間界の女子高生ユーコに無限の力を持つと言われているバリスの剣を授ける。バリスの剣を手にしたユーコは、バリスの戦士として戦う宿命を背負い、無限界に旅立つ。ユーコはバリスの剣の力によりログレスを倒す。しかし、その戦いの中でユーコはログレスに操られていた親友の霊子を自らの剣で葬ったのである。私の初めての友、ありがとう。無限界に平和をもたらした優子は人間界に戻り、普通の女子高生として平穏な生活を送っていた。がある日、死んだはずの霊子の声が聞こえる。レカンティンで何か起こったの？急ぎなさい、時間がない。無限界はログレスの死によってログレス軍と反ログレス軍に分かれ、戦乱の時代に突入していった。その戦乱の中で、次元の隙間から現無皇帝メガスが出現。強大な力を持つメガス軍は無限界を制圧する。さらにその魔の手はベカンティの王女バリアに向けられる。ユーコがベカンティにたどり着いた時、すでにバリアは息を引き取っていた。バリア様、バリアの遺言によって自分がバリアの娘だと知ったユーコは、双子の妹バルナと共に現無皇帝メガスに戦いを挑む。見事だ。勝負は勝ち負けがあるからこそ面白い。メガス、とうと戦っていたなら倒せたはずだ。なぜそうしなかった？ユーコ、お前と俺は同じ宿命を背負っている。同じ宿命？俺はベカンティの前の王、カイザーの第一王子として生まれた。メガス、悲しい戦士。激しい戦いの末に、ユーコはメガスを倒し、母バリアの仇を討つ。この戦いは、無限界の未来を託されたバリスの戦士ユーコの新たなる運命の幕開けでもあった。バリス3は
ここから始まる。くらいで魔界は滅亡するのだ。半年で全て悪空間に消えてしまうでしょう。人間界か無限界のどちらかに移るしかないだろう。他に手があるからだ。グラメスよ、魔界のもの全てが人間界か無限界に行けば必ずや争いになる。ラダよ、生物の進化は強者が弱者を踏み台にしてここまで来た。だったら神の意志じゃねえのかい。グラメス、どんな生き物もいずれ死ぬ。魔界もそれにしかり。話になんねえな。ここまでだ。魔界は俺が仕切る。反対する者はいるか。反対はいねえようだな。レイ。はい。人間界と無限界で俺たちに立ち向かえるのはロングレスとメガスを倒した女だけだ。バリスの剣を持つ優子ですね。その女のことを知りたい。死の国からロングレスを呼び戻せ。何かの役に立つだろう。俺の剣もバリスの剣のことが気がかりだという。チャム様、ラダ様がグラメスの陰謀でお亡くなりになりました。父上が。ラダ様より伝言を受けております。人間界に行きバリスの剣の真の力を解放しろと。チャム様、グラメスの軍が間もなくここにも攻めてまいります。早く人間界へお急ぎください。我々の戦いは魔界に住む全ての者たちの命を守る正義の戦いだ。まずは無限界を我々のものにする。お前たちの命を俺にくれ。おー、こいつがバリスの戦士。バリスの剣が手に入った。しまった、バリスの剣を奪われた。一体何者。町が燃えている。何が起こっているの。あなたは誰。なぜ私の剣を。あたいは魔界のチャム。父の仇グラメスを倒すにはバリスの剣が必要なんだよ。このままだと人間界と無限界も滅ぶぜ。何。しまった、グラメスの追手か。何者だ。ユウコ、力を貸してくれ。ジャム、バリスの剣を。何者。無限界のものではない。魔界のものか。お前らが町に火を放ったのか。許さない。魔法の杖が手に入った。剣の力をパワーアップ。障害は無敵スライディング。
少々派手な挨拶だが気に入っていただけたかな、バリスの先生。なぜあんなことを。己の剣に気がよい。ならば我が剣の力を受けてみるがいい。無敵スライディング。その程度の武器で私に勝てると思うのか。フレームダゴー、とどめだ。チャム、大丈夫か。ああ、なんとか生きてるぜ。魔界が亜空間に飲み込まれる。はい。それで私のバリスの剣を。どうしてもその剣の力が欲しかったんです。魔界の伝説に二人の勇者が出てきます。その時勇者の一人が持っていたのが今あなたの持つバリスの剣、そしてもう一つがレーザスの剣です。レーザスの剣は今グラメスが持っています。グラメスとは何者。今や魔界の王です。グラメスは魔界の者たちが人間界と無限界に移り住むことを言い出しました。そんなことをすれば無限界と人間界に住む者はどうなるの。グラメスは全て殺すつもりです。今頃無限界はグラメス軍によって崩壊しているでしょう。ここが無限界か。こいつらの料理はあたいに任せな。キャラクターチェンジ。どけどけ。邪魔するものはあたいの鞭でダメにしてやる。ジャンプ。これぐらいの額は無敵スライディングでクリア。チャム、ちょっと待って、上に誰かいる。なんだって。キャラクターチェンジ。バルナはガルの塔ね。あとは私たちに任せて。急ごうぜ。邪魔するな、クレイジーチューズ。クライサンダーソーン。四方敵に囲まれた。サンダーソーン。水の音が聞こえる。滝が見えるぜ。あの滝を登りましょう。ここはあたいが行くぜ。チャム、気をつけて。水の中にも敵がいる。サンキュー。人が倒れてるぜ。ガルの塔は森と湖の先か。ちょっとしたハイキングだな。しまった、上にも敵がいた。なかなか手強いぜ。くらえ、ライトニングボルト。なかなか進めないぜ。炎の杖が手に入ったぜ。調子が出てきたぜ。いでよ、ファイアードラゴン。魔界の娘か。グラメス様の命によりここを通すわけにはいかぬ。関係ねえよ。怪我したくなかったらそこをどきな。おいおい、こいつ空が飛べるのか。どこに行きやがった。ジャム、急降下の攻撃に気をつけて。何。鞭が届かない。行け、ファイアードラゴン。
みなもりだな。なんか出そうだぜ。幽霊でも出るんじゃない？本当に出てきやがった。見つけたぜ隠れアイテム。ラッキーだぜ。うじゃうじゃ集まってきたぜ。ライトニングボルト。この船に乗らないとガルの塔には行けない。おい、船に乗せてくれ。この船は二人乗りか。ジャム、私が行きます。任せたぜ、ユウコ。この湖の先にガルの塔があるのか。なんだ、敵か。湖の精霊シースタンド、邪魔するな。シースタンド、お前たちにこの湖は似合わない。先は特別料金でね。そうだね、あんたの剣でももらおうか。あ、お前もやはり魔界の者だったのか。しまった、足場が悪い。ジャンプで攻撃を避けるしかない。敵がいる。そうか、ここは魔物の居城。あ、囚われている人がいる。魔界のコリランボ、バルナがクリスタルに。急がねば、バルナが魔界に連れ去られてしまう。邪魔する者は斬る。どこにいるの？妹バルナに手出しする者は許さない。周りを敵に囲まれた。あ、サンダーソーン。
マジックポイントとワンアップだ。よし、戦闘態勢は整った。敵の数が増えてきた。バルナは近い。囚われている人がいる。バルナ、私が行くまで頑張って。バルナの気を感じる。あそこの中庭にバルナがいる。バルナ、今クリスタルから助けてあげる。姉上。バルナ大丈夫か。無限界がグラメスの手に落ちるのは時間の問題です。姉上、炎の魔人コリランバはどこにおりますか。この塔の上らしい。この国の女王としてけじめをつけねばなりません。魔人コリランバは私が倒します。この上に魔人コリランバがいる。王女様ともあろうお方が、明日ない真似を。この世界で働いた数々の無礼、私は許しません。さあ、かかってらっしゃい。コリランバの炎の攻撃は知っております。私に同じ攻撃は通用いたしません。おかしい、私の攻撃が通用しない。そんなはずはありません。直撃しているのですから、ダメージはあるはずです。女王の力を思い知りなさい。無限界の仇を取りました。姉上、魔界に向かいグラメスを止めなければ。そうね、急いで向かいましょう。待って優子、今のお前の剣ではグラメスには勝てないよ。殺された父が言ってたんだ。グラメスのレーザースの剣と戦うには真の力を解放しろって。解放ってどうすれば。神の国に最も近い場所、サザーランドに住むニゼッティに会うしかない。お前がバリスの剣を持つ優子に敗れたログレスか。いかに。どうだ、俺の配下に入れば再び優子と戦えるぞ。一つだけ聞きたい。なんだ。グラメス殿の真の目的を。まさか魔界の者たちのためだとは思えんが。見抜いておるのか。その通り、俺の目的はバリスの剣だ。俺の持つレーザースの剣とバリスの剣が二つ揃えば神と戦える。悪空間などで俺たちを試そうという神の傲慢さが許せんのだ。ここがサザーランドの入り口か。ああそうだ、神の国に最も近い場所だ。バルナ、気をつけなよ。ニゼッティに会うにはいくつもの試練を乗り越えなきゃならないぜ。わかりました。バルナ、水流に流されないように気をつけて。
水流は思った以上に速い。バルナ、飛びなさい。かかってきなさい。バルナ、氷の杖がある。わかりました、姉上。レスキュー部。さすが優子の妹だ。連続して敵を凍らせるんだ。バルナ、私に任せなさい。キャラクターチェンジ。私のバリスの剣の敵ではない。ユコ、油断するな。ここはまだサザーランドの入り口だ。本番はこれからだぜ。分かった。姉上、お気をつけて。さすが優子、動きが早い。バリスの剣のパワーも落ちておりません。石像がある。正義の鐘、真実の鐘、そして勇気の鐘の3つの音色が新しい力への扉を開くだろう。どういうこと？神殿にはニゼッティの鐘があると聞いたことがある。姉上、鐘が見えます。優子、あの鐘を鳴らせば神殿の扉が開く。ならないのか。バレスの剣よ、私をニゼッティ様のもとに導きたまえ。正義の鐘が鳴った。あと二つか。下に敵が三人。鐘を守るホーリーナイトに気をつけろ。まだ鳴らない。なんで鳴らねえんだ。壊れたんじゃないか。必ず鳴るはずです。これもニゼッティ様の試練です。の鐘が鳴った。神殿の扉が開きました。ここがニゼッティ神殿か。この先にニゼッティ様が。ここがニルバーンロード、空中神殿に続く道だ。の者がニゼッティの試練に挑戦したが、みんなこのニルバーンロードで失敗している。この坂を登りきった者はいないということですか。ああ、一人もいない。私はバリスの戦士、不可能はない。レイコ、これもニゼッティ様の試練。あなたを動かしているものは何？それは正義、そして力
なき者たちの祈りと力強き者の宿命。なぜ玲子が現れたのか。玲子って誰だ。かつて姉上の親友、そして姉上の剣によって死んでいった悲しい人です。リゼッティ様は私たちの心もお試しになっているのだわ。どのような試練にも私は負けない。優子は坂の上での戦いにも慣れてきたみたいだ。辺りが暗くなっていく。天に近づいていますわ。バリア様、これもニゼッティ様の試練です。あなたは何を求めているの。それは真実、それは闇を照らす光、平和な世界を作るための礎。頂上はまだかよ。頂上が見えた。これが最後の試練。こいつらを倒せばニゼッティに会えるぜ。後から出てきやがる。今までのホーリーナイトと違ってパワーアップしております。さすが最後の試練だけのことはある。私はこんなところで倒れるわけにいかない。当たり前だ優子、お前はこんなところで倒れるようなやつじゃない。姉上、あなたは私たちの希望。ですわ姉上。頑張れユコ。闇を切り裂け、フレームダゴー。勇気は示された。我はニゼッティ、君たちに運命を示そう。さあ来たれ我が元へ。ついにニゼッティ様に会える。もったいつけやがって。確かに今のお前のバリスの剣ではグラメスに勝てんじゃろう。だがバリスの剣の真の力を解放すれば、バリスの剣とお前は神のもとへ帰らねばならぬが、その覚悟はあるのか。はい。たとえこの身が滅びてもグラメスを倒せるならば。真の力を解放したらしい。バリスの剣をレーザスの剣が呼ぶということか。優子よ、グラメスのもとへ行くがよい。そして神の試練に打ち勝つがよい。グラメス様、お呼びで。バリスの剣を持った優子が魔界に入った。心してかかれ。グラメス、必ずや優子の首を持ってまいります。お前には大いに期待しているぞ。帰り討ちにならねばいいが。優子の戦い方は知っているつもりだ。冗談ではない。当たり前だ。魔界の戦士に敗北はない。楽しみにしているぞ。
墓場ですわね。この辺りは黄泉の国に最も近い場所。死にきれない連中がうようよいるんだ。ユコ、天空からの稲妻に気をつけろ。上空に不気味なドクロが。なぜこのような稲妻が。悪空間の接近で魔界が崩壊しているせいだ。忘れたくともその剣の切れ味、この体が覚えているわ。バリスの剣、今こそ私がもらい受ける。行くぞ。ログレスってやつは何者だ。かつて無限界を制圧しようとした悪の支配者。姉上の剣で死したはずなのに。おそらくグラメスの企みだ。一度戦った者同士、お互いに技を知り尽くしています。そいつは戦いにくい。こいつらはログレスの影、本体は別にいるはず。本物はそこだ。さらに腕を上げたなログレス。だが真の力を解放したバリスソードのパワーは誰にも止められない。ログレス、死の国に帰れ。トレオの次は砂漠か。前は緑豊かな土地だったんだが、悪空間の接近で砂漠になってしまった。間もなく魔界全てが悪空間に飲み込まれる。悲しい運命ですわね。砂漠の中には竜鎖やアリ地獄がある。姉上、早く移動しないと砂の中に引き込まれます。我が名はザリウド。ログレスもつくづく運が悪い。このような小娘に二度もやられるとは。この剣の輝きの前では邪悪な力など無に等しい。ザリウド、次はお前だ。あいつはグラムスの片腕、ザリュード。砂の中からの攻撃に気をつけて姉上。やつの体当たりは強烈だぜ。姉上、砂の中にリカバーのアイテムが。わかった。リュウコ、ザリュードは頭体のでかい分、攻撃の時胸に隙ができる。そこを攻めるんだ。胸か。わかった。バリスソード。いよいよ氷の世界。足場が滑る上に強者が揃ってるぜ。何かが飛んできます。あれはアンモナイト。悪空間の接近で氷の中から蘇った。あいつは氷の国の戦士。女だと思って油断するな。
イスランドのアシュラ、何が変なんだ。さすが氷の国の戦士、氷の上での戦いに慣れている。強大な気を感じる。美しい、その剣の輝き。優子、その剣は究極か。この剣の光は私たちの希望。あなたに言われる筋合いはないわ。あいつはグラメスの次の力を持っているアシュラ。アシュラ、変な奴だが、パワーは相当なもんだぜ。あれは奴の必殺技、レーザーダスト。あれを食らうとヤバいぜ。これがあの平和だった町。あれはグラメスの塔。あそこにグラメスがいるはず。姉上、いよいよ最後の戦いですね。グラメス、お前だけは絶対に許さない。死んでいった人々の悲しみと怒りの声が聞こえるから。優子が来ました。わかっている。俺と優子のどちらが勝つか占ってみろ。はい。いや、いい。俺の生き方は俺が決める。姉上、強大な魔の力を感じます。乗り越えましょう。3人の力で。まずはあたいに任せてくれよ。いよいよお出ましか。くらえ。があるはず。どうすりゃいいんだ。見えました。私に任せてください。
違ったのか。このような子供騙しは通用しません。剣でしか倒せない。バトルチェンジ。また姉上一人に。気にするなパルナ、私はバリスの戦士、戦うためにこの世に生を受けた者。グラメス、このバリスの剣、そして私の命にかけてもお前を倒す。バリスとレーザス、今こそ雌雄を決する時ぞ。来い、ユーコ。はぁ！なんというパワー。これがレーザスの剣とグラムスの力か。バリスの剣と同等、いや、それ以上かもしれない。バリスの剣の真の力を受けてみろ。バリスストーン！やったぜ！姉上！いや、まだだ。今こそバリスの剣とレーダスの剣の宿命を断ち切る。姉上、無限界の敵を。ユコ、父の敵を。この身が砕けようとお前を倒し、世界に生と光を取り戻す。最大パワー、バリスストーン！グラメス、正義と愛と勇気の力を受けてみろ。俺より強い奴がいるとは面白い。ユーコ、お前はなぜ戦う？お前のために死んでいった者たちの悲しみのためだ。くだらねえな。いずれ誰もが死ぬ。強い奴の後ろには弱い者の死がつきまとうもんさ。お前だってどれだけの奴を殺してきた。すべて正義の戦いだった。まあいい。ユーコ、頼みがある。なんだ？レーザスの剣を神に返せ。もうこの世にその剣は必要ない。それから生き残った魔界の者たちの面倒を頼む。わかった。さらばだ。すべてが終わった。ワルナ、ジャム。はい、はい。魔界が悪空間に消えるのは止められない。生き残っている魔界の者たちを導き、もう一度新たなベカンティの国を作りなさい。決して戦いのない平和な国を。
バルスの剣の真の力の解放により戦いは終わったが、君と優子の夢見る時代はまだ終わったとは言えない。邪悪な者たちがいる限り、本当の平和が訪れない限り、バルスの戦士優子に休息はない。そしてもう新たなる運命の戦いが待っている。次なる戦いはもっとパワフルに、そしてよりダイナミックに。再び優子は君の前に必ず帰ってくるだろう。その日は近い。